どうも、塾長の井口です。どうも、こんばんは。まあ、ちょっと保護者面談で喉を今枯らしてるんで、まあ、ちょっと聞きにくい部分もあるかと思いますけども、まあ、ちょっと聞いていただいたらと思います。ですね、来年度から、まあ、国の、補助っていうのがありまして、で、公立高校だけじゃなくて、私立高校の補助金に関しても結構充実されます。で、それをまあ知らないっていう方も結構多いと思いますので、ちょっとそれを動画で説明させていただきたいと思います。ただ、これ全部まだ確定してないんですよ。だから、僕のこの動画を撮ってる時っていうのは、予定とか、そういったイメージで見ていただけるといいかなと思います。はい。ですね。まず、助成金に関してっていうのが、まあちょっと難しい用語を使うと多分分かりにくいと思うんで、もう大雑把に話をしていきます。入学金っていうものと授業料っていうものの、まあ二つに分けます。で、入学金っていうのは、大体私立高校どれぐらいかかるかって言いますと、まあ20万ぐらいかかります。まあ僕らも結構私立高校にお金入れて、まあそれで公立高校行ったりとかするとそのお金もったいないなと思うんですけど、まあ私立高校の入学金っていうのはまあ20万かかってきます。公立高校はどれぐらいかって言いますと5650円らしいです。はい。安いですね。もう全然違いますね。もうそれだけでももう私立よりも公立っていうイメージがあったりとかすると思うんですけども、まあ大体平均、私立は20万ぐらいかかってきます。ただ、この入学金に関しても、その補助金っていうのが出たりとかします。まず、公立高校、簡単なんで話をします。まず、年収、まあ、これも約なんですけども、840万未満の、まあ、保護者の方であれば、5650円が無償になります。ゼロです。まあ、払わなくてもいいっていう、素晴らしいっていう感じですね。で、これ、私立高校の場合は、もう20万か、マジか、とか思いながら払うかもしれないですけど、いや、ではなくて、補助金っていうのが出ます。ただ、これは、840万以上だと、公立高校と一緒で、補助金は出ないです。でも、840万よりも、下の方は出ます。まあ、それがどれぐらいかっていうお話をさせていただきますと、まず、年収が350未満の方に関しては、まあ、実質入学の補助金はほぼ無償になります。ほぼなんで、まあ、ゼロにはまだならないかなと思うんですけども、基本的にはもうほぼゼロになります。20万ぐらい補助金が出たら、まあ、ただ私立高校の入学金っていうのが、まあ、25万とかの学校もあったりとかするんで、まあ、そこら辺がどうなるかっていうのはまだ未定です。で次に、まあ、610万未満。まあ、350万と610の間ぐらい。これは、今、入学補助金が13万3000円ぐらい出ます。なんで、実質負担金っていうのが、まあ、6万円、7万円ぐらいっていう感じですね。で、次に840万未満の方に関しては、まあ、これが10万円ぐらいの補助金が出ます。なんで、実質10万円ぐらい払うっていう感じです。なんかこう、なんていうんですかね、私立って、何が一番デメリットかっていうのは、やっぱり、まあ、この動画もそうですし、あとは、まあ、このチャンネルを作って、まあ、生徒、まあ、生徒って言っても僕の生徒ではないんですけど、まあ、子供たちから、やっぱり自分は私立高校を行きたくないけど、でも学力が足らなくて私立高校行かなきゃいけないっていう子に対して、まあ、こういった補助金っていうのはいいかなと思います。なんで、やっぱり知っておくっていうのは大事かなって思います。で、次に入学金ではなくて授業料の話です。これはもう年間の話なんですけども、まあ年間、私立高校が大体どれぐらいかかるかって言いますと、どれぐらいかかると思いますか？まあ僕実際めちゃくちゃ高いと思ってました。まあ、僕県立だったんで正直わかんなかったんですけど、まあ平均約40万ぐらいかかるっていう話です。まあ、1ヶ月に直すと、まあ2万から3万ぐらいですかね。まあぐらいかかるってイメージじゃないですかね。で、まあ、公立高校は11万8800円。うん、これが、まあ年間にかかってくるもの。ただこれも補助金っていうのが出ます。公立高校に関しては、まあ無償無償ってよく話聞いてたんで、まあご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、だいたい年収910万未満の方は無償になります。要はそれ以上の方は無償にはならないです。なので、まあ無償無償、おお、ラッキーラッキーって思ってる保護者の方、年収高い方は残念ですっていう感じです。なので、まあ、
基本的には公立はまあ910万未満。これが全国のなんかデータかなんかで言うと7割か8割ぐらいの、まあ、保護者の方の、割合を満たすっていうデータだったかな、かなんかが出てるらしいです。まあ、なので、まあ大体の方が無償になるんじゃないかなと思います。で、私立高校、そうすると40万か、ちょっと大変だなって思われる方、これも補助金が出ます。まず、ですね、年収が350未満の方だと、これまだ全然確定はしてないんですよ。年末の確定します。でも、今今年度の話をまずさせていただきますと、350未満の方が、補助金が39万8400円。まあ、実質負担の話をしていった方がいいかなと思いますので、そっち言ってきます。まあ、大体1万円ぐらい払います。で、610万未満の方は、実質14万ぐらい払います。で、840未満の方は、21万円払います。で、その840万以上の方は、まあ、30万ぐらいを年間払いますっていう感じです。これが今年度までの話です。で、来年度以降の話として、年末ぐらいに確定するんですけど、これが590万よりの年収590万よりも低い方は、実質全部無償になるっていう予定です。なので、まあ、40万ぐらいの、補助金が出るっていう形になります。ただ、それよりも上の方、まあ、まあ、これもちょっと確定はしてないんですけども、まあ、910万未満で、590万以上の方は、まあ、大体、まあ、今確定してるだけでも11万8800円は確定で出るって話なんで、まあ、実質負担としては、まあ、15万とか20万ぐらいを、負担するんじゃないかな。っていうのが今の話としてあります。で、まあ、これ実際、年収ではなくて、住民税で計算するんですよ。でもそれがちょっと分かりにくい。もうなんでこんなに分かりにくくしてんだろうとか、すごく思うんですけども、まあ、ちょっと僕らの方で分かりやすくして、まあ、こうお伝えしてるので、なんでそれをまた新しくなったら動画としても出しますので、それを見ていただけたらと思います。で、ちょこっとだけ、まあ、この話、せっかく助成金の話をしたので、まあ、ちょっと踏まえて話をさせていただきますと、公立高校っていうのは、まあ、大学受験っていうのが必須なんですよ。まあ、それはもちろん、就職とか専門学校行く子とかはまた別なんでしょうけども、ただ、普通科に行く子っていうのは、基本的に大学受験を、まあ、するっていう前提で行くと思うんですけども、その子たち、大学受験をするためには、まず塾通わなきゃいけないです。塾の学費、塾費っていうんですか、はいくらぐらいだと思いますか？僕らの塾って、正直、まあ、高いって言われる保護者の方いらっしゃいますけど、だったら他の塾見て、比べてくださいっていつも言うんですけど、まあ、それでも、他の塾の費用よりは全然安いんですよ。それでも、他の塾で平均で出すと、だいたい60万から80万ぐらいが年間費用として上がってきます。しかもこれは国立であればもっと引っかかります。私立で60万とかそれぐらい。だから年間30万とかに抑えたいっていう保護者の方は、もうめちゃくちゃ夢見てますね。中学受験か高校受験の話をしてるんじゃないかって思うぐらい。はい。まず毎月の学費、塾費っていうのが、まあ、5万から8万ぐらいかかるってイメージです。夏期講習とかだとまた別になるので、まあ多いところだと2、30万ぐらいかかるとか、で、なんかこう話を聞いてるともう目、気が狂いそう、みたいな感じの方いらっしゃいますけども、まあそういったのがあります。で、それを、例えば、まあちょっと学費がちょっと高いから、まあ高3からでいいやっていう方、まあ、いらっしゃると思うんですけども、高3から塾入って受験間に合うと思いますか？間に合いません。早いでしょ？間に合いません。基本的にその子は私立行くと思ってください。私立の文系今どれぐらいかわかりますか？学費。年間90万ぐらいです。まあ80万から90万ぐらい。まだ文系だったらいいですよ。理系だったらいくらだと思いますか？130万から150万ぐらいです。そしたら国立大学どれぐらいかって言いますと、50万から60万ぐらいです。そういうのを考えて塾っていうものの費用っていうのを考えてもらえるといいかなと思います。
高い高いって言ってて、結局後に後になればなるほど塾の費用もさらにかかったりとかするので、なので1年生2年生から入っておくっていうのは僕はおすすめだったりとかします。もちろん1年生から入っておく価値があるかって言われると普通の塾ではないです。ただ勉強方法とか勉強能力とかそういったものをしっかり教えてくれるような家庭教師とか、まあ、僕らの塾みたいなものとかだと結構おすすめします。高3の時安心できるんで、もう国立全然受けるよっていう、まあ、僕らの塾で大阪大学8ヶ月で受かって、まあ、その子高3から入ってきた子なんですけども、そういったのはもうレアケース、はい、もう難しいですよ結構、はい、なので、まあ、結構塾費用に関してっていうのは、まあ、気にしてもらえるといいかなと思います。で、私立の子は大学受験の推薦を私立高校が持っているので、なので私立高校に毎月例えば20万ぐらいを、あ、毎月ではなくて、毎年20万ぐらい払って、3年間払って、まあ、60万とか70万ぐらい払って推薦枠もらえるっていうんであれば、実は私立高校の方がおすすめじゃないですか。もちろん推薦もらうために塾通わなきゃいけなかったりとかする場合もありますけども、ただ推薦枠もらえるんであれば私立高校、こういう意味でもおすすめじゃないですかね。でも僕は実はそういった推薦枠を取るにも、まあ、塾通ってる子も知ってますし、あとは私立高校行っても一般受験する子もいるので、なので結局塾っていうのは、まあ、あんまり話して考えるっていうのは良くないかなと思います。ここで一つ注意をしてください。私立高校の先生が、うちの学校だったらもう塾通わなくていいですよって、全部うちの学校がやりますよっていう学校は絶対に注意してください。そんな学校は基本的にはないです。ないって言い切るのは何でかって言いますと、灘高校か、まあ、東海高校、ここら辺の子でも塾に通ってます。上を目指したいからです。なのにその東海とか海星とか奈良とかそこら辺よりも下の高校がなんで自分たちの学校でできるって思ってるんですか。それは思い込み、それは営業トークなんですよ。だから注意してください。それだけです。以上です。